はい、ミスターマイアミさん、本日も動画をアップロードしていただいてありがとうございます。日本はすっかりね、寒くなりましたね。今ね、11月3日、文化の日の朝7時ぐらいなんですけども、ちょっとね、だいぶ冷えるんで、急に冷えました。1ヶ月前の今はそんなことなかったんですけども、急に冷え込みますんで、ちょっと暖房をね、26度にして、冬用の、ここで寒いをね、出してきました。相変わらず田舎臭さが出る、私、久保哲郎でございますけども、このね、私の田舎臭さ、ローカル感ってのは、実はね、ミスターマイアミさんにもちょっと伝えていきたいところなんですよね。で、ミスターマイアミさんもローカル感むちゃくちゃ出てるんですよ。あ、マイアミって感じなんですよね。うん、で、今は最近駐車場とかで、ね、ゲートハウスで撮られてるじゃないですか。多分ね、家の中よりも外の方がその感覚出ると思いますし、そうですね、やっぱりでっかいね、コストコとか、でっかいね、スタジアムとか、それからあのカーイベントね、こういうのもね、アメリカっぽさを感じますよね。いや、そういう放送もすごくいいなと思います。はい、でですね、今回、斉藤ひとりさんの天国言葉、地獄言葉ってのがありましたけども、これね、言葉自体本当に発する言葉で人は寄ってくる、発する言葉が自分を作っていくっていう部分大いにあると思いますけども、私なりに分析するに、この斉藤ひとりさんに限らず、まあ、いわゆるね、いいことを言えばいい人生が訪れてくるみたいな発想ってあるわけですよ。でもこれはね、私思うんですけども、多分ね、どれだけその人が素直かってことだと思うんですよ。例えば成功するためには、自分のね、目標を紙に書いて貼るみたいなことを言いますけども、それも、いや、こんな紙に書いて貼るんだったら苦労しないよっていうふうにして、結局言われたことをしない人と、え、紙に書いたらうまくいくんだと思って書いて貼るみたいなね、こんな簡単な行動ですけども、簡単であればあるほどすぐするみたいなね、そういう素直な人とどっちがうまくいきやすいでしょうかってことだと思うんですよ。で、斉藤ひとりさんの言葉も、あ、そういう言葉があるんだ、じゃあ積極的に使っていこうかなっていうふうに使っていくと、今までそういう言葉を使わなかった、もしくは今までね、地獄言葉が多かった人だと最も効果が強いんです。それなぜならね、周りの人が、あれ、なんか言うこと変わってきたじゃん、どうしたんだろうっていう風になってくるんですよ。ほら、周りの人の反応が変わるじゃないですか。いわゆるこれが世の中を変えることだと思うんですよ。まず世界を変えよう、世の中を変えようと思ったら、目の前の人を変えていくことなんですよね。そして目の前の人を変えようと思ったら、自分が変わっていくことです。自分が変わる中で一番簡単で効果的なのは、使う言葉を変えていくってことなんですよね。よくね、昔も私社員抱えてる時に言ってたんですけども、まあね、まあ、殺してやるとかね、死んでしまえとかね、バカ野郎みたいな言葉をもし使ってるんだとしたら、口から出る言葉を美しくしてみたらどうかなというふうに、お話したことがあります。で、自然とですね、口から出る言葉が汚いと、そういう言葉が好きな人が周りに寄ってくるんですよね。でも綺麗事が好きな、綺麗事ばっかり言ってると綺麗事が好きな人が寄ってくるんで、綺麗な、ね、環境ができるんではないかなというふうに感じます。私はそういうふうに考えてね、叱咤激励する時ももちろんあるんですけども、基本的には人を勇気づけたり励ましたりとかね、慰めたりするような、そんな発信ができればいいかなと思っております。これからもね、私の動画発信を見ていただければ幸いでございます。たまにね、悪ふざけもありますしね、厳しいことも言うと思いますし、あとね、やっぱりこう、私もね、発言を間違えたらしまったなって思うことあるんですよ。うん、そういう時は、改めて、謝罪の動画を作ったりとか、訂正の動画を作ったりできるっていうのも、YouTube のいいところかなと思います。こんな感じですけどもね、ミスターマイアミさん、これからも、発展と成功をお祈りしております。それでは、また動画待ってます。失礼します。